おはようございます。2月21日火曜日朝少し9時前ですね、インスタライブを始めさせていただきます。おはようございます。はい、あ、まこちゃんありがとうございます。起きていただいてたんですね、ありがとうございます。はい、アメリカの皆様こんにちは、おはようございます。日本の皆様こんばんは、夜遅くに見ていただきありがとうございます。 Thank you so much for joining me. Please leave a comment where you're joining from. And はいね、今日は、はい、アケミギャリーです。アメリカ東海岸から、スタンプの魅力を発信しています。皆様もお忙しいかと思いますが、30分ほどお時間をいただいて、美しい色や絵柄を見ていただいて、リフレッシュしていただければと思います。はい、今日はですね、はい、予告させていただいた通りに、ブラック&ホワイトカードのご紹介と、そのうちから、昨日ね、ストーリーズでどのカードを作るとこを見てみたいですかという質問をさせていただきました。でアンケートを取って、その中で人気のあったカードを今日作りたいと思います。はい、スマーティー1105様こんばんは、ありがとうございます。ひふみスマイル様おはようございます、ありがとうございます。おはようございます、ということはアメリカから見ていただいてるんでしょうか。はい、リングおひめドットS様こんばんは、ありがとうございます。はい、日本からね見ていただいてるから、本当夜遅く11時ですよね、ありがとうございます。眠たくなったらどうぞどうぞ寝てくださいね。はい、ありがとうございますね。今日はブラック&ホワイトも作り出したら止まらないという感じで、やっぱりねかっこいいですよね。何を使ってもかっこいい、何を使ってもかっこいいんですよ。でこのタートルをね最初作り出しまして、タートルのスタンプセットはですね、ミニカタログに載ってるんですけれどもね、こちらシータートル、これね気をつけていただきたいのが、ここにね載ってる画像というのは 60% の大きさなので、実際開けて見ていただくと大きな亀と小さな亀とあります。でこのスタンプセットね、すごくユニークで、これ亀さんがこういうふうにあるんですけれども、これひっくり返して使っていただくと、この柄なしのこの輪郭っていうんですかね、ベタ面のスタンプになります。これをリバーシブルスタンプと言うんですけれども、全部がそういう風になってますね。なので二度押しのスタンプセットになってます。すごくね素敵なので、来週あたりこれ今回は白黒ですけど、来週あたりは色を使ってね、その色を二度押しの美しさもちょっとご紹介できたらと思います。でね、これかっこいいんですよね、白黒だけで押しても。でこのバックグラウンドも全てこちらのスタンプからできてるので、すごいミニマルなね材料でかっこいいカードができました。でこれを作った後に、あ、これヒートエンボスをしてもかっこいいんじゃないかなとか思って、こういう風にベランペーパーに白のヒートエンボスを しました。すごくねかっこよく出来上がったなとか思います。でもこちらは単純に黒のカードストックに、このね白のヒートエンボスをして、もう本当に1回2回スタンプをしただけなんですよね。かっこいいですよね、もう黒でね。で中もこんなちっちゃいタートル亀さんスタンプしました。でねこれでここ後でご紹介しますけれども、今ね白黒のこのペーパーがあるんですけれどもね、これこれはオールトゥギャザー6×6インチの、デザイナーシリーズペーパーなんですけど、48枚柄がたっぷり入ってます。いろんなね柄がたっぷり入って、使える、いろいろとね使える紙なんですね。これがね去年出たんですけれども、今クリアランスラックでなんと4ドル60ともう半分以下の値段になってると思うんですよね。なのですごくお得です。でここから
この紙を使ってます。はい、でですね、で次にやったのがこちらね、これ今のセラブレーションのビューティフルハッピー、ビューティフリーハッピーのスタンプセットを使ったんですけれども、このお花のイメージを何回くらい押したのかな、 1,2,3 回押して、でここにある小さなこの一輪のお花を 1,2,3,4,5,6 つファシーカットね、手で切ってこの白い部分を埋めました。はい、なのでね、お花がぎっしり入ってる感じになります。で、あと黒のヒートエンボスをしてあるので、実際見ていただくとこの辺がちょっとねツヤツヤしてね、すごく綺麗になってます。でセンチメントはこちらサムシングファンシーのこのセンチメントと、それにコーディネートされてる台を使ってますね。このね、これもミニカタログからのものなんですけれども、すごく使いやすくって、いいです。私フォントがこういう風に綺麗なスタンプセット好きですね。はい、でこれをした後に、あ、では白のヒートエンボスをやってみましょうということで、これもベラムにしてみました。でこれね、白の、インクでベラムペーパーに押したんですけれども、やっぱり白に白を押すとちょっと分かりづらいので、こういうふうにね、テンプレートを作っといて、この上にベラムペーパーをですね、ベラムペーパーをこういうふうに重ねて、これベラムペーパー半透明の紙なんですけども、こういうふうに重ねて、で、ここに白のインクでスタンプしていくと、絵柄がどの辺に行くのかなっていうのがよく分かって、綺麗に押せますね。なんか絵が重ならないようにした工夫です。はい、でこちらのねセンチメントも先ほどのサムシングファンシーのこれを使ってます。ちょっとねおしゃれにここパールもつけてみました。でここの帯の部分は年間カタログの、はい、年間カタログのよいしょ、このペーパーですね。Perfectly Penciled DASP。これはアニュアルカタログの133ページに12枚入り12ドルで売ってるんですけども、これもね、白黒のペーパーでして、1,2,3,4,5,6。はい。ちょっとお花柄が、こんな感じでお花柄が入ってますね。で、よいしょ。はい。裏側はこんな風に。これもね、すごくおしゃれになってるかと思います。はい。大丈夫かな？切れてないよね。はい。ありがとうございます。あ、まこちゃんありがとうございます。あけみちゃんのデザインも素敵。ありがとうございます。作ってると楽しいんですよね。まこちゃんのバッグもすごく素敵ですよね。まこちゃんのバッグはカラフルですからね。うん。すごく素敵です。ぜひぜひ皆さんもね、まこちゃんのバッグ覗いてみてください。はい、ありがとうございます。ライブ切れてないですよね。大丈夫かな？私の方のモニターがちょっと切れたんですけど、大丈夫ですね。はい。はい。ではですね、どれが、はい。もうご存知の通りこちらです。こちらの投票でね、こちらが一番多かったので、今日はこのカードを作ってみたいと思います。これもねかっこいいですよね。はい、ね、使ったスタンプはレイオブズライト、こちらね、これバックグラウンドのスタンプセットです。でメッセージセンチメントはこちらの、はい、グレイテストジャーニー、これね、すごいね、いろんなメッセージが、励ましのメッセージが入ってまして、これからのね、卒業シーズンだとか、就職シーズンだとかにすごくいいかと思います。あとね、で、台もコーディネートされた台がこちらなんですけど、すごくユニークで、このマラソン走ってる人だったり、この登山ね、ちょっと、この人のシルエットになりますよね。でここに入ってるのが今回使ったこの山のこの崖の部分をカットしてるんですね。あとモーターバイクで、あとテントだったり雲だったりあるので、それ素敵ですよ。これここね、でこのお花がカットできるようにこの台、こ
この台がちょっと見にくいですね。あります。あと木、この木もここですね。これこのスタンプがカットできるようになってます。はい、これねすごく素敵で、後でまたご紹介しますが、このスイートのお揃いで出てるペーパーがすごいカラフルなんですよね。それがすごく素敵で、最後にねちょっとご紹介します。はい、では早速作ってみましょう。ね、忘れないうちに、こちらは先週の Facebook ライブでやってるので、動画 YouTube にも上げました。よかったらぜひ見てください。はい、まこちゃん、スタンプでできてるの、いや、これはね、そうなんですよ。今からお作りますけれども、このバックグラウンドがスタンプですね。で、あと、ここのセンチメント、この言葉がスタンプなんですね。で、このね、モーターバイクと、この山の崖の部分は、ダイカットで、カットしてます。そこも、今日ね、ご紹介します。はい。ピクスフライ様、ありがとうございます。自転車やランナーはスタンプじゃないのですね。そうなんです。以前はね、こうやってシルエットのスタンプがよく出てたんですけれども、よくというか、以前あったんですけどね、今回は台で出てます。こんな感じで。ランナーとか、あと山登りをしてる人ですね。あとバイクの人、この人の形が、台でカットできるようになってます。なのでここね、このカード本当2つしかスタンプしてないんですよね、実はね。なのでとっても簡単なカードです。はいはいはい。じゃあね、必要な紙はもう本当白黒ですからね。もうちょっとカットしてあるのがあるんですけども、カットするのもお見せしますよ。はい、よいしょ。ではですね、まず大きなスタンプなので、スタンパレータスというツールを使います。これはね、ポジショニング のツールなんですけれども、こういった透明の板のところにスタンプをもこのまま貼ってしまって、紙をねここに置きます。で、あらかじめ紙をどこに置くのか決めるのに、このスタンプにごめんなさい、インクをつけてもう押しちゃいます。そうすることで、あ、この辺に紙を置けばいいなというふうに分かるので。で、実際これね、クォーター、4分の1に、レギュラーサイズのペーパーを4分の1にカットしてるんですけれども、最終的にはこの周りを少しカットしますので、多少インクがねつかなくても OK です。で、あとこの部分は隠れてしまうので、もし必要であれば、ここを、これすごい強力なマグネットなんですけど、こういうふうに留めていただいても OK です。で、私はねずれないように、ちょっとこの1インチのところに合わせて、で、このエッジをこういうふうに合わせました。そうすることで、二度押しするときに、もしかすれたりとかして二度押ししたいときも、ここに置けば押せますよねという感じですね。よいしょ。ちょっとマグネットがすごいきついのでね、よし、しっかりこれで留めました。で、こんな感じで押していこうかと思います。もう少しこれをずらしますね。そうするとスタンプが綺麗に、よいしょ、もうちょっと入っちゃった。はい、こんな感じ。もうすでにインクがついてたので押しちゃいましたけど、ね、本当はメメントインク、はい、メメントインクで、見えるかな、メメントインクでインクをつけます。で、ちょっとね、ここのプレートの部分が、プレートの部分をサポートしたいので、こういったスタンプケースをここに置きますね。はい、で、メメントインクです。メメントインクを、軽くつけます。で、このままだと結構濃くなっちゃうので、ブレンディングブラッシュで伸ばしますね。
でそうこうすることで淡い色になるのと、あと色ムラが、インクのムラがなくなるので、こういうふうにちょっと伸ばします。でこれをスタンプしますね。あ、ちょっと待って、これをもう一回押してあるのでちょっと裏返します。うん、ちょっと汚れちゃいましたね。ちょっといいかな、まあいいや。はい。ライブの直前にこのインクをつけちゃったね。よいしょ。はい、でこれをしっかり押さえます。よいしょ。はい、ちょっとムラが出ましたね。この辺ついてないのでもう一回押します。でインクも別に足さずに、ブレンディングブラッシュのついてるインクだけで OK です。よいしょ。やっぱりね、この蝶つがいの部分が圧力が、圧が弱いのか、インクがつかないことが多いので、少しね、本当はこの蝶つがいのところは1インチぐらい外して、あの離してスタンプをつけていただくと一番綺麗に押せるかと思います。あ、大丈夫ですね、十分です。はい、でこれを取りますね。こんな感じになりました。OK です。でこの辺はね、カットするし、この岩の部分で切れてしまうので OK です。はい、じゃあこれをカットしましょう。これをですね、クォーターインチ、4分の1インチずつ周りからカットしていきます。で4分の1ここに合わせて、でもしこちらが白の部分がたくさん出てしまうようであれば、少しずらして多めにカットしても OK です。でも どの道ね、ここは隠れてしまうので、まあ、4分の1にしときましょう。4分の1で OK です、ね、この部分は黒の紙を貼ってしまうので、はい、大丈夫ですね。はい、こんな感じで4分の1ずつカットしました。少しね、インクがついてないですけど、この部分は、岩の大カットで黒いペーパーで隠れてしまうので大丈夫です。はい、じゃあ次はこんな感じですね。大カットしていきましょう。このね、台結構たくさんあるんですけれども、こちらね、全部ミニの大カットマシンに対応してますので、今ね、ほんとセラブレーションでこの大カットマシンがすごいお値打ちに手に入りますので、気になる方はね、ぜひぜひご連絡ください。はい、はい、じゃあこれ1番とプレート1番と2番と、ちょっとこっちね、2番と新しいやつあったのかな、はい、2番ですね。でペーパーは準備した時はね、大きな大カットマシンで、この崖の部分とモータースパイクも一緒に切っちゃったんですけど、ミニ対応ということで今回はミニを使ってます。はい、ピグスフライアズさん、AS 様、これ AS 様ですね。はい、スタンプありましてね、確か有名なデモさんがデザインされてたんです。そうですか、もうよく覚えてらっしゃいます、うん、かっこいいのがありましたよね、シルエットがね。はい、ありがとうございます。はい、まこちゃん大カットなのですね、ありがとうございます。はい、
がとうございます。でこの辺にこれがねちょうど何インチ見えるかな、よいしょ、これが3と4分の3インチにカットしてありますので、ここにねメッセージが入るので、あのしっかりメッセージの部分は残しておきましょう。ここにモーターサイズも入るかな、あ入りますね。でずれないように私は仮止めいたします。どうしてもねこう小さい台だとこのプレートを重ねた瞬間にずれちゃう時があるんですよね。なのでせっかくカットしてずれちゃうともったいないの でこれぐらいだと全然大丈夫ですね、はい、でこれを重ねました。いけるかな、ごめんなさい、2回に分けます。ちょっと苦しい、ギリギリいけるかなとか思ったんですけど2回に分けます。はい、でこれですね、よいしょ。でこれをですね、前回お話ししたようにここの真ん中が少し引っ込むぐらい控えめになると、こう入っていく時にちょうどこれがキュッとなって、よいしょ、でここが回しやすくなります。このね最初の入っていくところが硬い時があるのでね、よいしょ、少しねああいう風に板の重ね方を気をつけてやっていただくと簡単に入ってきます。はい、これで崖が、山の部分がカットできました。よいしょ、はい、じゃあ今度は同じようにモーターバイクカットします。よいしょ、かっこいいですよねこのモーターバイクね。そう、私が記憶しているスタンプというのは、ね、バイクとサーファーの人と、あと何があったんだろうかな、サーファーとスノーボーダーかのスタンプがあったんですよね。本当10年ぐらい前です。すごくねかっこよくって、スノーボーダーのスタンプセットはクリスマスカードをねなんか結構たくさんの人が作ってましたね。かっこいい、はい、よいしょ。ちょっとこのね部分は切れなかった部分はもうこういう風に押して取っていただくともうすぐ綺麗に取れます。よいしょ、はい、こんな感じね。これいろんな色でカットしてもかっこいいですよね。あのミニカタログの方ではいろんな色で、あのグラデーションつけた色になってましたよね。はい、こんな感じです。で今度はここにスタンプを押していきます。スタンプはホワイトのクラフトインクで押すので、はい、クラフトインクですね。エンボスをしますので、エンボスインバディでこれで静電気を取ります。黒のね、黒の紙なのでペーパーなのでできるだけね白い粉がつかないように、なんかでもすでにもうついてますよねこれね、よいしょ、はい、でこれをですね、はい、ちょっといかんだかな。クラフトインクというのはちょっとね、ピグメントが入ってますので乾きがゆっくりで、その分こういったね粉をねかけると粘着力があってこうやってくっつくんですよね。でここにヒートエンボス、あのヒートガンで、ヒートツールで熱を加えることによってこの粉が溶けてカードに
つきますね、しっかりとね。はい、じゃあ余分な粉はブラシで丁寧に取っていきましょう。ちょっと歪んじゃってるね。ちょっとこの白い粉がもうすでについてます。はい、でここでヒートエンボスしますね。ちょっと音がうるさくなるので、ボリューム下げていただくか、あとこちらでも操作できるんですか、ボリュームをちょっと入れる。あ、こちらマイクがあるのでこれを押すと切れるのかな。じゃあ一回音量調整しますね。はい、どうですか、粉が溶けるの見ていただけましたでしょうか。ちょっと見にくかったかな。これでちょっとツヤツヤしてるのが、粉が溶けてツヤツヤしてるのが見えますでしょうか。はい、はい、南さん、1号さん様、はい、綺麗、ありがとうございます。まっこちゃん、そんな細かいの簡単に切れるのがすごい。そうなんですよ、ね、これね、布もカットできるんですよね。はい、スポーツが好き、私ダイバーだったからわかるかも。あ、そうだ、まこちゃんはダイバーだったんだよね。いろんな海に行きますって。あ、すごいね、またそのお話も聞きたいです。ありがとうございます。はい、よし、はい、じゃあ貼っていきます。今あのコメント読んでたらずっと読んじゃった。はいこんな感じですね。でこれをここに貼っていきます。はい、テープ、テープ、ね、今週末ね、こちらはホリデーで昨日もお休みだったんですよね。で引き出しをね片付けたら、逆に片付けると物ってわからなくなるのは私だけでしょうか。結構ね、片付けてしまうと次のものが出てこなくなってしまうという。はい、ちょっとよいしょ。はい、でこれはここね。でこれは細かいのでテープではなく糊で貼っていこうかと思います。よし、で糊もね、これがシリコンシートですね。シリコンシートにちょっとの液体のりを絞り出して、よいしょ、でスポンジラバーで、あ、今ちょっとごめんなさい、手にのりがついてしまったので今拭いてますね。はい、スポンジラバーで、よいしょ、こんなスポンジラバーですね。これでトントンとね、細かいところをつけていきます。あとね、アドヒーシブシートといって、こうステッカーを作れるあのシートもあるので、ダイカットする前にそれを貼っていただいても OK ですよね。よいしょ。はい。こんな感じで飛び上がってきた感じ。はい。いい感じですね。でもこれを、はい。今度は4インチ ×5 と5と4分の1インチの黒のカードストックに貼っていきます。ん、ちょっと貼る前に、大丈夫かな、目がよく見えてないので、ちょっと黒いところに貼ると白が目立つよね。
あ、でもいいか。もう今直すと逆にもっと髪が裂けてしまうので。うん。でこうやってね、ちょっと黒い髪に白いのが出ちゃうとすごく目立っちゃうので、ちょっと直します。ちょっとここに黒のマーカーで手直しね。カットしてもよかったんですけど、ちょっとあまりにも微妙すぎたので、これをカットすると髪が裂けてしまう。で、汚くなっちゃうので、はい。こんな感じでちょっとマーカーで白い部分を消しました。はい。で、これに、ハーフシートのカードストックに貼っていきます。カードベースですね。はい、こんな感じで出来上がりました。いかがですか？意外と簡単でしょう。はいね、あのスタンプするのがここだけなので、あ、ごめんなさい、このサンシャインね、この、 あの太陽のビームとここだけなので、意外と早く簡単にできます。はい、ありがとうございます。はい、まこちゃん、片付けたらなくなる。一緒そうだよね。クラフト用品って本当に片付けるとなくなっちゃうんですよね。はい、ありがとうございます。でね、さっきちょっとお話ししたこちら、このスイートに出てる、ペーパー、すごいすごいタグがいっぱいついてるでしょ。これは何ページだったかな。はい、ここ、58ページ。Enjoy the Journey のスイート、はい、カタログの58ページに出てます。こんな感じでね。でこれモーターバイク、こんな風にカットしてありますよね。でこのペーパーが、こちらペーパーが今セラブレーションのプロモーションの一つになって、50ドルごとのお買い上げで、このペーパー12枚セットが無料でついてきます。でどんなペーパーかというとね、ちょっともう大きいのはないんですけど、でこのペーパーで作ったこのカラフルなカードがこちらです。この辺はね、もうプリントされてるんですよ。で今回押したのはこのセンチメント、あとお月様ね、ムーンも押しました。これスター、センチメントとスターの部分押してあります。こんな感じでね、カラフルですごい素敵でしょ。よいしょ、はいね、お気に入り、これが私好きですね。お花をこういう風に押してセンチメント、でこのオレンジの部分はもうペーパーなので、すごいね、本当にセンチメントを押すだけでカードが簡単に作れちゃう。このセットになってますね。これとスタンプと先ほどのこの台がセットになって、スイートになってます。はい、これで全部ご紹介できたかな今日は。あとね、だんだん白黒をずっと、まだね、白黒作りたいアイデアがあるんですけど、やっぱりだんだんなんか、またカラーに戻りたいなと思って、今週の、今週の木曜日の Facebook ライブの方では、こちらのカードね、をご紹介したいと思います。すごくこれも素敵でしょう。これは、同じくセラブレーションのスタンプセット、ビューティフリーハッピーを使ってます。これもね、テクニックすごく簡単なんですけど、こういう風に素敵なカードになりますので、 Facebook ライブの方も、Thursday 7pm this week in the Facebook live, please join me. I'm gonna do a demonstration in Japanese this one. I'm sorry, in English this one. So, はい、ありがとうございます。はい、何かご質問なかったですか？いいですか？お付き合いいただきありがとうございます。最後ね、これ載せておきましょう。はい、じゃあね、皆様、日本の皆様、どうぞゆっくりお休みくださいませ。日本、アメリカの皆さんは一日元気にお過ごしください。ではまた来週の火曜日朝9時にお会いしましょう。ありがとうございました。